まず今度は世界にも目を向けて、いろいろ論文を集めてみるわけですね。でそういったものを見ていく中、そしてあこの情報だったら良さそうだという研究者の人とかに連絡を取って、もう亡くなられている方は家族の方に、ね、連絡を取ってみて、その論文ってこう結構まとまったものですけど、その論文を作るためにたくさんの資料があるわけですよ。でそういったものも分けてもらえないかっていうふうにお願いしたところ、いいですよって分けてもらえたそうです。でそういったものを見ていく中で、あこれ寝たきりになってしまっている原因なんだっていうことを見つけることができるんですね。その原因が分かったら、今度はそれを取り除く治療法の開発です。ちょうど自分の体都合がいいですね。痛くて動けないわけですから。で何かやってみたら、あ動くようになったっていうふうに一つ一つ確認をして、あこの治療法だったらいけそうだというものができたので、そこから1年をかけてその治療法で社会復帰するわけです。これ32歳で社会復帰に成功するわけですけども、ただこの